山里亮太プレゼンツ M1 グランプリ2024。やりすぎだよ。プレゼンツはやりすぎだろ、さすがに。無理です。まだ終わってない。それはボーダー YouTube M1 エントリーナンバーワトラー。わー、すごい。大好き。大好評企画、はい、M1 グランプリのエントリーナンバーワトラー、はい、2人戦ってまいりました。そうですね、やっぱでもそのゲームは広めていかなきゃって、はい、はい、そうですね、それはもちろんそうですけど、ちょっとね、芸人さん同士で対決したら盛り上がるんじゃないかなと思いまして。なるほど、これで芸人同士が流行ってもらえたらいいじゃないですか。まあそうだね、それは確かに。そういう時に記念すべき初の対戦ゲスト、初ゲストだね。ぴったり。マジで M1 といえば、え、マジでエントリーナンバーといえば、エントリーナンバーといえばみたいな人っている？バトラーといえば、バトラーといえば、カラコンです。どうぞ。誰？どうもどうもクマネチョです。よろしくお願いします。クマネチョです。なんでなんでなんで、イエーイ。全然M1 もエントリーナンバーもバトラーのイメージも別にない。バトラーバトラーバトラーいつ呼ばれるのかなと思って、なんで今か今かと思って、今か今、そうなん、そうです、知らなかったけどさ、5年連続3回戦エントリーナンバーバトラーでは相当強い。ちょうどちょうどバトラーって感じ。バトラーだよ。リアルにバトラーではある、ね、バトラーですか。M1 のバトラーではある。もう本当にすごいね、クーマネチョっていうのは、一回飲みに行ったことあるぐらいは。あんまじゃねえ。あんまじゃねえ。マジ一回ほんまに飲みに行ったんです。知らない知らない。すごくて知らない。近くね、カルポスターの中見さんと大門と3人で居酒屋に行った後、2軒目で焼肉屋に行ったことがある。逆だろうって。なかなかないですからね。ちゃんと逆だろうって言える。3人で酩酊するほどんで、俺が路上で寝ようとするのを注意したの。お前そんな車さん、車さん帰るよ、車さん、タクシーまで行って、マジで大丈夫。マジで車さん、や、乗りましょう。だるいわ、ほんと大丈夫。だるいわ、マジ乗りましょう。まともな感じ出す先輩。ホテルの上司教えてください、言いますから。ほんとあれ最後、あれ最後です。大阪の酒やっぱ怖いよね。そんなことね、先に来るすごい。そんな感じで茶屋もね、なんかお笑い好きそうだよ。はい、あ、好きです。結構お笑いファンなんで。そうでしょうか、そうか。その要素も結構このバトルに必要なんで。まあ確かにね。確かに。でも覚えてる、エントリーナンバー自体はどう覚えたのか。自分なのも正直覚えてない。覚えてない。私視界に入んないんで。東大元暮らしみたいな。なるほどね。そういう自分の視界だけないの。じゃあ基本的には自分のエントリーナンバーはダメなの。俺らは自分で語呂合わせとかでプロやしとかちゃんと覚えてる。2684連合みたいな覚えてる。頑張るしょ。プロやし。我が身で毎回決着。じゃあそれ出ても大丈夫としようって。そうだね、出ても OK。覚えてない。一応知ってる人とか、もしコンビのがいたらそれ使っちゃダメ。使っちゃダメ。なるほど。2位が水星チークダンスだ。そうなんだ。今年？あ、今年じゃない、去年。あ、そう、2024のエントリーナンバーだから。そう、それが別に通用するとは限らない。そうだよ、そういうの覚えてても関係ない。なるほど、関係ない。なんか流行ありますよね、早いのが流行るっていうのちょっとあるわけだな。ちょっと強敵かもしれないと。やばいね、これは。ちょっと戦っていきましょう。はい、ですよ。はい、プロやし。さあ、今回はいつも通り5組ずつ出し合ってもらうんですけども、まあコンビで対抗戦という形にします。なるほどね。はい、今自分のターンでエントリーナンバー言います、調べます。そのコンビの戦績、1回戦だったら1ポイント、2回戦だったら1ポイントというふうに増えて、5組の合計のポイントが多かったの勝ちという。なるほど、なるほど、分かりました。はい、早速やっていこう。やっていきましょう。どうする、先行我々がお手本見せる。まあ確かにちょっと様子見たいかもしれないです。ちょっとやりましょう。ケメ先生、何番にしましょうか。あ、僕が決めちゃっていい。決めちゃってくださいよ。いつもね、ケメ先生の方が強いですよ。俺強いとか。俺強いで、マジで。お前、そうだよ。7番台出してんだ。出してる。エグいっすね。すごいな。すごい。全組の中から。エグい。いきましょう。いきます。ほとんどそう。いきます。2642。2642。2642。お願い。来た。誰？あれ？
赤ずきモヒート。あれ待って、聞いたことある。はい。嘘だろ。赤ずきモヒート。待って。赤ずきモヒートですね。僕らの同期のアゲのカンタのコンビ。アゲのカンタさん。赤ずきモヒートかい。あの前回エントリーナンバーバトルやった時にアゲノカンタの元相方が出たんですよ。アゲノカンタ人工でまた同期がすよ。アゲノカンタのアゲノカンタは自分のウィキペディアを自分で編集してるでも同期ってことは芸歴は割と結構出てるよ、ね、確かに。でしかもそんな最近のコンビじゃないと思う。だよね、うん、さあどうでしょう。はい、2024年、はい、1回戦敗退、ね、うん、2023年1回戦敗退、2022年1回戦敗退、これ以上です。もっと出ろよ。よっしゃ3ポイント。いや、え、正直結構すごいよ。3ポイント3位3位全然ある。3位1全然あるから1位。ありがとう、ありがとう、あげろ簡単。ありがとう、たびたびありがとうね、あげろ簡単ね。あげろ。じゃあ空前のターン。よし、じゃあ僕が最初、うん、俺ちょ決めてる数字あって。あ、そうだ、あれ、うん、まずもう好きな数字で言ってたら確かに当たらんもんね。最初のうちはね、好きな数字でやってくるのが一番だそうだし、初心者向けの初心者向けのメソッドだよ。そうそうそう、いや、なんかもうテクニックに追われすぎちゃう。ないんですよ、テクニックそうしますので、好きな数字で250。おっ、250、はい、なんでだろう。なんで1250。いや、もう1250やったら絶対大丈夫です。何やねん、何やねん、そんな。お前知ってる数じゃねえだろ。なんだよ、知らないよ、知らない、マジで知らない。好きなの、マジで、はい、なんか感じたのか。こいつが光ってみよう。光ってるの、はい、なんでいっぱい数字を見てたの。1250で、はい、調べる、ね、調べます。これでいい、あるぞ、これで大丈夫。どでかい、どでかいのあるからな。あ、次だ、もらい事故です。もらい事故絶対にアマチュアや。もらい事故、あ、めっちゃアマチュアっぽいよ。プロが、プロがつけていい名前。確かに、ね、絶対にアマチュア。演技悪すぎるらしい。もらい、でも毎年出てるアマチュアの可能性あるみたいな。そう、あ、なるほど、そうだね、それで結構多いから。5年ぐらい出てるアマチュア。5年出てたら勝ち。さあ、かなり、どういきます。先的、うわ、アマチュアで結成年が今年っす。あー、やばい。じゃあもう結構あれか、今年だもんね。ってことは今年の成績どうでしょうか。はい、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 もらい事故ですわ。とんでもないもらい事故ですわ。もらい事故が売れた世界線みたいなもん。めっちゃコメント、めっちゃコメント。結果は、おー、正解してる、これは2点以上。
すごい。そうね、これはいいでいいな。トーフィー、ありがとう、先輩か。先輩、怖い。分かった。ありがとうございます。ほぼお前の先輩なの。ほぼ。ありがとうございます。飛び直しの可能性もあった。よっしゃ。あれ3、4、あ、まあ、ちょっと1点負けか。あ、いい、あの、これ、ここで2出したのでかいね。ここで出したでかい。俺、やっぱこれ、離れすぎちゃうと、その、心折れちゃうから。そんなゲームです。一発逆転やろうか、折れちゃう。やっぱ、忘れないじゃん、からし連合さえ出したけど、一気に40ポイントぐらいする。うわ、からし連合、先輩のこと、心から尊敬できる。すごいこれは、先輩の先頭だ。ミキさん、からし連合さん、ユニバースさん方、同じかな、43ぐらい。そんぐらい、確かに。うわ、出した。えぐい、ミキさんも近いぐらい。うん、さあちょっと行こう、次のやつ。うわ、どうしよっかな。ダメです、どうする。ボカンと言ってください。俺ね、すごいの出せんのよ、結構。結構出せがちなの。現状3ポイント。3出してますからね。わかりました。1919。はい、ここはベルサイユ条約と行かせてください。はい、ビクビクドイツの。はい、ベルサイユ条約で行きます。ベルサイユ条約は分かんない。行きます。ビクビクドイツのね。どうなってるの。誰かないか、ライカないか、どっちだこれ。繰り返し系、ライカないか、なんかプロっぽさもあるんじゃ。ちょっと繰り返してる感じは見てみます。ライカないか、あ、プロ吉本興業。よっしゃ、吉本2021年、2年生でかい、でかいでかいぞ。あ、どうだ、ちょっと見てみます。2024年、1回戦。いや、すえ、欠席欠席よっしゃ、欠席やこれナイスですよ。これは0ポイント。よっしゃ、これは0。欠席、いや、まだ2023とか増すなよ。そうか、こいつら毎年欠席してないよな。大丈夫、ふざけんなよ。欠席してるやん。2023、1回戦。2022、1回戦。2021、1回戦。3ポイント。いや、本当は4ポイントなのに。欠席してるライカライカさん。ライカライカ。じゃあ僕、777で。お前3桁いったラッキーセブン。いきますね。エリクトンです。エリクトン、いや、ありそうだぞ。なんかシンプルだよね。ありそうだ。全然一生やってくつもりの。アマチュアっぽくないな。そうね、まずもらい事故じゃないよ。もらい事故じゃないよ。今までで一番ちゃんとその人に。そうだね、確かに。はい、ユニット感が少ない。さあ、どうだ、いきます。おー、いい子。でもちゃんと一生します。あ、エリクトン2021年プロ、フィニッシャー。熱い。よし、2回戦いっちゃって。やばい、これいってそう。絶対にいってる。いきます、いきます。2024年、1回戦通過。おー、すげー。まず2、やばいよ、やばいよ。 OK、 2023年、1回戦通過。おー、やばい。2022年、やばい、1回戦敗退。やばい。21年、1回戦敗退。あれ、6ポイント。よっしゃ、やばい、お前やっぱ1本。あー、マジで0ポイント。6、まくった、まくった。よっしゃ、杯のリードの倍の力だよ。倍、2杯分じゃねえか。ライカ。すげえ、そうだろ。そうだろ。どうすんだよ、ちょっと。これでかい。やはり、777でお前当てるのすごい。これはすごい。これでかい。やばいね。やばい、ちょっとなんとかして。釣られたな、ポッター。666。島取り。敗退。ポイントやばい。やばいな。1114。ゆとりの森。やばい、半袖のシャツを着ている。半袖ちゃう。やばい、1回戦敗退でございます。まあまあまあ、俺ら勝ってるから。差はつかんかったね。ちょっと煙先生お願いします。ちょっと大逆転を。ちょっとどうしよう、本当に勝って。どうしようってない。数字を言え。数字を言え。結構あんのこれ。まだまだ何を計算して。何を計算して。でも2684万が俺たちでしょ。で、2642万が杯もヒートなわけ。確かに。この間は東京吉本の可能性が高いってことか。23期の可能性もあるよ。23期。だって2642が同期で、2684が俺ら23期。ヌメロを見てる。そうだよ、この間にヨネダ2000がいるぞ。そうだよ、この動画にヨネダ2000がいたさ。もしかしたら、でかいぞ。その計算合ってる。その幅ない。42から84が、42から84が
え、2663何を見てんねん、絶対2663がやるの2000だ、これが2000決まってる、言ってくれ、言ってくれ、何やねん、23期まとめて言うぞ、2663、行け行け、行けるの2000、マーマーライオン、あー、何や、マーマーライオンや、マーマーライオンや、マーマーライオン、マーマーライオン、わけない、わけない、マーマーライオン、マーライオンから、あ、マーライオンから、ナシオネームなの、ナシオネーム、マーマーライオン、めっちゃおもろいな、マーマーライオン、マーマーライオン、おもろいな、頭おもろい、でも衣装揃いっぽい、揃えてるよ、2024年の生地は敗戦、敗退、おもろすぎたか、やばい、ということで、まあ、俺たちはこの合計が9ポイントで、まあ、終わりになってしまった、なのでもう勝ちは決まります、一度言わせてください、おめでとう、おめでとうか、まずは言った、おめでとうか、おめでとう、なんか気持ち悪い、これはすごいこと、すごいな、はい、初心者がジャイアントキリングを達成したってことで今度しくステースタンス、しかも一個残して勝ってるっていうのもすごく素敵なことだから、そうね、これ、はい、次の最後のターンで、先にポイントを自分たちで決めていいです、でその後にエントリーナンバー言って、そのエントリーナンバーですが、さっき自分が宣言した通りのポイント、ぴったり当てることができたら、1万円差し上げます。何このルール、1万円、1万円、何このルール、そうだって、いや、そっちが勝つとかじゃなくて、俺らの勝ちまでが変わるぞ、そっち、じゃあ、でしょ、これもう、負けや負けや、いやいや、何やねん、ここからは祝福と言う、主催すぎる、祝福、祝福、何チャレンジしてみてください、チャレンジしてみて、あれこれ1って言っときゃもう、いやだからそれはちょっとなしにしますよ、かっこいい、いいね、さすがに、さすが勝った、さすがね、あ、今んとこそうっすね、3が結構出てるんですね、そう、3にしますよ、3、うわ、3狙い、やるな、このトフィー三昧が、351、ライカライカライカが、1919、1919とトフィー三昧が310、すごい幅、幅でか、幅でかい、で、ライカライカより419、そうかな、351から幅の、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 美しい月で、めっちゃありそうじゃん、めっちゃありそう、めっちゃ3回でちょうどありそう、後輩っぽいし、うん、わかる、はい、さあどうだ、あー、いいんじゃない、いいぞ、21で、あー、見ろ、全員3で、いいぞ、1回戦敗退、2021回戦敗退、23が1回戦敗退に、2022だけです、あと、いらっしゃい、プロやし、これいいですね、人と対決するのも楽しい、楽しかった、めちゃめちゃおもろい、めっちゃおもろい、楽しいな、はい、これこれどんどん他のさ、M は進んでいくと、他のそのエントリーナンバー C とか見ちゃう、見ちゃう、知っちゃうから、これからやる場合は早めに楽しみながらそうですね、知っちゃうから大阪で広めたいと思います、すごい最高クーマレートでした、ありがとうございました、クーマレートのチャンネルにも動画上がってますので、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いします。